はい、どうもこんにちは、コスケでーす。今回はね、ルーンプラーナー、雪のところですね。ここで、なんかね、アイスクリームがめちゃめちゃ無限に取れるっていうね、情報をね、仕入れてきたんで、今回はそれを見ていきたいと思います。場所は、ここがね、ボスがいたところですね、マンモスの。ここです。この雪だるまから、アイテムがね、無限に取れるということなんで、ちょっと出たり入ったりして、試してみます。おー、ない。おっとおっとおっと。おっとおっと。はーい。これですね。水の結晶。あれ？だから、俺はなんか俺、なんかアイスとかぼちゃの種が、なんか、出るよって聞いたんだけど、でもちなみにこの、ここら辺にあるアイスクリームが、俺がここで、1日でゲットしたやつ。あ、また水の結晶。すごい、水の結晶が、多いね。ほぼ水の結晶かもしれん。あー、なるほどね。これ、アイスじゃなくて水の結晶が出ることもあるんだね。このままじゃ、終われないと思い、僕は、後日試すことにした。はい、ということで、次の日にやってきました。今日は何が出るかな。さすがにね、もうアイスが出るんじゃねえかなっていう気持ちなんだけど、どうだろう。人参です。人参、人参だね。出たのは、ちょ待って、これ本当にさ、本当に人参しか出んパターンじゃないよね。あ、全然、てかそもそも出る確率低ない？そもそも出る確率低なーい？そもそも。はい、というわけで、3日目やっていきましょう。人参かーい。よし。よし、もう毎日こいつと戦わないといけないって、もう苦痛ですね。よし、花花花。はい、ということで、4日目行ってみましょう。4日目、アイス出るかな？何もなくない？あ、来た！来た！来た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 、アイスの日。やった、これが見せたかった。これね、この今アイスちょっと出たんだけど、アイスがね、ほら、もう、まずここに置いていこうか、じゃあ。このアイス無限に出るから。ほら。よかった、みんなにね、これをマジで見せたかった。ちょ、お宝だけ開けさせて、ごめん。あー、プリンね。はい、オッケー。ちょっと待って、これ、アイスやばいよ、ほら。もう永遠に取れるからね。あ、皆さんもね、ぜひここでアイスクリームで、アイスクリームなんで使えるのっていう話なんですけど、ルーンプラーナにいるボスをアイスクリームで、仲間にすることできるよっていうね、とこもあるんで、ぜひ皆さんも仲間にしてみてください。なんなら、いや、もうただアイスするだけでも、アイスすごいからね、これ。HP4600 回復します。プロです。ってことで、さようなら。